ね、ね、ね。これね、マズルコントロールって言うんです。でね、これはあのトレーナーさんによってはやらなきゃいけないっていう必須なんですけど、僕は何とも思いません、これは。っていうのは、これあの独占欲が強い子、牙を大事にするんですよ。だから牙触られるのが嫌でも従う犬って結構いるんです。ですからこのマズルコントロール、この子できてしまったけど、別にこれは僕としてはあんまり重視しないです。あのうちの服従してる大型犬とか牙大事にしてるんで、させない子もいます。でもこれができなかったら歯ブラシできないとかいうことはないです？できますよ。爪切りありますか？爪切りないです。ないですか？爪なんか無理やと思って、ね、人間の爪切りありますか？あ、はい、うん、人間で大丈夫です。